ちょっと、免許の更新ってきまして。おお、もうそんな時期なんだ。そんな、まあ、あの、もう2年経ってるわけよ。二年経ってる免許取得してから、2> 2普通免許取得してから、家にハガキが届いて、うんうん、中見れないようって。うん。ビー s っくと。いついつまでに来なかったら、免許執行するぞみたいな脅しのハガキが,きが。<laughs> いや、もちろん丁寧に多分書いてありますよね。組織から届くんだけどいや組織っていうか。 陸運局とかから一緒、多分。<laughs> 組織じゃん。<laughs> 組織、ま、組織組織一番、いや、謎の組織じゃん。陸ッ運局。<laughs> 招待状が届きました。<laughs> ようこそ、パーティー <laughs> そんなんじゃねえだろ。<お>免許のコーぜひお越しください。<laughs> <laughs> いや、でも、いろいろさ、持ち物とかなんか書いてあって、俺初めてだから、うん、わかんないんだけど、うん、あのー、 昔の免許とか、で、いくらいくらかかりますとか。そこにさ、うん、俺は初回なの。初めて講習初めての講習。うん、で、2時間の講習を受けなきゃいけない。ああ、はいはいはい、うん。でも、その2時間の講習を受ける人って、初回の人たちと違反者。違反者と初回の人間は、二2時間の講習を受ける。うん、ってことで俺、違反者と講習受けるのよ。うん <laughs> まあまあ。そんな恐怖ある。でもそういうもんなんでしょ多分。免許の更新。初回の免許の更新は。まあ、なるほどね、と。まあ、向こう側、向こうさんは、初回だろうと。お前初回かと。そんな感じじゃないと思うけど。へへあの、鉄格子から、おいおい初回がやってきたんでおちびちゃんこっち来いよ。冷めずどうなってるん で、そうなのよ。場所も俺、免許を取ったのは、うんうん、あの、東洋町の方なんだけど、うん、あの、車で行きたいから色々調べてたら、えー、近場だと駐車場がついてるのはサメズしかないで。うん、これサメズ行ったことないもちろん。ねうん、プライベートでサメズって行く場所じゃない。確かに。サメズって行ったことないのよ。行ったことないし、うん、で初だから、うんで。サメズってさ、みんなそうだと思うんだけど、イメージね。うん、ウォーターワールドじゃん。 <laughs> 名前の感じね。うん、中州の砂糖だしな、だ<も>みたいなやつで通路があってさ、海の家に。で、向こうになんか謎の施設が旗が立ってて、<laughs> なんか昔の古い風見鳥みたいなクラ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 。<laughs> ザロックみたいな,な <laughs> めちゃくちゃもうサビだらけ違うんだトタンとかで作ってさ。<laughs> で、そこで、その差別で、<laughs> で、ウォーターワールドの世界で、違反者と、俺は講習を受ける。陸運局からの招待状で, <laughs> <laughs> でも、もうちょっと震えながらだけど、うん、まあまあ、挑戦なら受けるよ、と。 まあまあ、そうです。面白いじゃん。じゃあ、相手の思うツボだけども、期間内中に、じゃあこれ言ってやろうかと。いや、当たり前なんでしょそれだから。やらなきゃいけない。相手からすると、俺ちょっと、奇襲攻撃だよね。いや、奇襲攻撃なのかな罠だって分かってるじゃん。で、向こうは罠いそこをずらしてくると思ってるじゃん。向こうは罠じゃない。深夜に。全然。期間を過ぎた深夜に、潜入してくると思って。 てるかもしれないけど俺は期間内の昼間時間内にあえて,くていく深夜に正面から普通なんだよそれが <laughs> 深夜に行ってもやってないのよ <laughs> 閉まってんだよサメのの前に逆に奇襲だよね向こうからするとええ奇襲じゃないよむしろ正面から気なすったぜ <laughs> <laughs> で車で行って、うん、駐車場あんのよ、うん、綺麗な新しい建物で、えー、ほうと まあそういう動揺作戦かと。いや、動揺じゃないけど。で、駐車場止めて、正面入って、正面からゆっくり入る。と、俺初めてだから、サメズもその免許のものもう広大な敷地。まあ多分、海に浮かんでんだろうね。浮いてないですね。全然サメズ。浮いてないっすね。いかだ、いかだ町のもので、もう途端で多分作られてる綺麗に近代コンクリートみたいな感じで作ってるけど、俺はわかんないわ。 そなこ完全に浮いてる。た多分海中だったかもしれないで <海中 S 2> ね。も広大な敷地、口、うん、果てた。口果ててないよ。そこにも順番、1からもう8、9とかまで、このブワーってこの番号が振られてるブースでクワーってこう区わけされてる。うん でも、混乱よ、初めての人は。まあまあまあも<う>わかんないだろうね。わかんねえと思って。うん、も俺入り口でもうちょっと止まっちゃって、これどうすればいいんだろうって、うんうん、似たようにちょっとあの、な、慣れてる人はスラ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 なんかもう、買って知ったるみたいな感じでさーっと行くんだけど、うん、俺らはもう初めてわかんなくて、うんうん、わかんない組でこうちょっと戸惑うのね、まず正面入り口で、うんうん、でこれどうすんだっつって。うん、多分この道半ばで倒れた、 白骨したいなんかも、もう当然のように散らばってるわけ。ないないない。ないからそれを小用手が食いあさって。すげえな、サメズ。上空からハゲワシがねがれて。どうせいからあの、総合受付があったから、あそこ行けばいいんだ初老の、白髪の男性がいて、えって、まごまごしてるから、あ、多分、あの、あっちの総合受付からだと思うんですけど、ありがとう。初老の品のいい紳士で、 あ、多分、ラルフ・ローレンだと思う、ね、んだよ。ラルフ・ローレン氏。彼が彼がいや。違うよ。<あ>違うよ。見たことあんなと思った。多分、ラルフ・ローレン氏だった、ね。日本人でしょ <laughs> サメズの免許センターみこちらへっ,つって。お <laughs> そらく来日中の更新いや、違うわ。で、受付して、 でね、ロールプレイングと一緒なのよ。うん、一個一個、うん、そのブースブースで、いろんなミッションクリアしていかないと、次の番号に行かない。しかも1から何番まであるんだけど、うん、1, 1、2、3、4、5、6じゃなくて、3行ってください。8行ってくださいって、もう、陽動作戦よ。うん、もうわかんないようになってんの、ね、よ。謎解き。謎解きだね、ほんと。<当>で、そこで、うんう。ラルフ・ローレンシと別れて、 じゃないけどね何番行ってくださいって言われてそこではってこうなんか書類を書いてで必要なものなんか集めてそれを見せてで顔じっと見られてじゃ次何番行ってくださいあここクリアしたんだって多分俺の眼球のとこに赤いレーザーみたいなひューって横にこうな光ってやばいじゃん狙われてんじゃんもうで行ってあの視力検査を受けなきゃいけないで視力検査のブースがあって 30人、40人ぐらい並んでんのよ。うん、でも少ない方らしくて、えーえー、ブースが一つしか空いてない。いっぱいあるんだけど。うん、で、視力検査で結構ずらーって並んでて、あ、結構長いんだなって書類を持って並んでたら、俺の3つぐらい前の若いあんちゃんが、うん、その中にブースに一回書類を持って入って提出したのはいい,いんだけど、うん、なんか不備があったらしくて、金融に。ああの書き直してください。うん、すげえ冷たく言い放たれて。 で、そのブースからのすぐ横にま、もう一回書く台が一個あって。優しいですね。そこでサラサラサラって書くんだけど、うん、次の人もう入っちゃってんだよ。その人が書いてる間に。で、次に入るネクストバッターズサークルみたいのがあって、そこにももう並んじゃってんだよ。うんうん、あ、なるほど。で、そのお兄ちゃんもう一筆ただ書き直すだけだったんだけど、うん、行き場失って、うん、えってキョロキョロ見渡して、うん、また一番列の最高列に並び直しそこからもう15分ぐらいだからね。えー、もう一回、こんな厳しい制度なのか、と思って。 いやさっきの話からしたらもう口果てるぐらいのなんか感じだけどもう一回言う一番上になっちゃっで、最終的に口果てたの朽口果てていやもうなかなか大変っすよ俺の順番が来てまあ俺でもしっかり記入したはずだからと思って「すいませんじゃあお願いします」ってその係員の人に紙渡したら「あ後ろこれもあるから記入うんちゃんと書いてえ えっ,、うん、って見たら、その、レテンみたい,いろんな色のチェックシート入れる。うん、一番下に名前書かなきゃいけない。買ったの。うんうん、俺書か,か、書いてなかった名前を。レテン入れたけど。うん、いや、でもそんな冷たい言い方、うん、<laughs> 人情もクソもないよ。うん、流れ作業の係みたいな言い方されてさ。それだけ並んでたらまあそういうね。ねうん、それだってさ。まあ どこからお越しになったんですかぐらいの一言があってさ、世間話をしていく中で、あの、社長申し訳ないんだけど、ここのまま記入していただきたいんですよってのが人情ゃん。いや、でも無理じゃない、そんな。じゃあ分かったと。じゃあ俺もドライに、世間話もなく俺もじゃあ書き込むだけだよと。俺にそれをもらって、横のブース入って、名前記入して、さっきの兄ちゃんと同じだよ。一個前の人も入っちゃって。 うわ。ネクストバッターズサークルにはもう並んでる。<coughs> うわ。これな、前例を作っちゃったのさっ,さっきのお兄ちゃんがうん、うん一。書き損じたやつは一番後ろに並び直すっていうやつ。ここから十五分もう一回。そうなると、俺何時何時って指定されたら講習の時間にもう間に合わなくなっちゃうのよ。ギリギリだから。それきついな。これしんどそうなるともうあと2時間後だから。うん、おそらく。うん、これしんどいなと思って、うん、いやーこうなんとかなんねえかなってちょっと孫ついてたら、うん ネクストバッターズサークルに立ってんのが、さっきのラルフ・ローレン氏。おじさんね。日本人の。ラルフ・ローレンが、両手をすって差し出して、君の番だ。生きたまえ。えラルフ・ローレンさん。ロいや、ポロシャツ持ってます。ファンです、みたいな。マークはワニじゃないだろうね。おしゃれだ。言ってないけど。言ってないけども。いや、並ばさせてもらって。 さすがだな紳そうよ。紳士だね。よ。そこをクリアして、うん、そこからも何個かクリアして、で、いよいよこの写真撮影に入るの。うん、で、これ写真撮影ちょっと、まあ、並ぶだろうと。うん、さっきのこの、視力検査並んでるから、と思って。うん、じゃあ写真撮影ばーって行って。うん、じゃあまあ、並んでる時にちょっとなんとなく、紙直したり、すればいいかなって。紙直したらい,いじゃん。うんうん 女の子とかはなんかね、そういうの気にしそ2年よ。だって2年間持つものだし。女の子それやるけどね。なんか身分証明で見せるもんだから。そういうのって俺ちゃんとしたいのよ。まあね。な子さんは多分もしかしたらですね。並んでる間に噛み直そうと思って、そのブースに行ったら、これあるあるなのかどうかわかんないけど、一人も並んでないの。そう。で、あれと思って、逆におかしいなって思っちゃって、なんかスーって覗いたら、単純に並んでないのよ、誰も。 うん、そしたらその係のおじさんと目やっちゃって「うん、あどうぞ写真撮影です」って言われて「うん、え袖と違う」髪み直せないじゃん」って「うん、どうぞ」ってもやられちゃってうん、うん、そして「あこれ髪み直したいから、うん、<あ>いやもういいじゃんそこまでいったらもうセットはしてきてんのよでも多分ちょっと乱れてるからや大丈夫そこまで気付いてるんですか 言われちゃったから、あ、これ直す時間ねえやと思って。あ、すいません、ちょっとトイレ行きたいんですよ。ってっいや、そこまでっゆ言ったのよ。そしたら、あ、どうぞっていいじゃん。じゃトイレ行ってからまたお戻りくださいっていいじゃん。うん。かかなんて言ってた思う頭指さして。大丈夫決まってますよ。バレてるな、それ。やろうとしてるのバレてんだよ。で、俺。 完全に。俺、8、いやいっそれはぁと思って。いや、多いんでしょそういう人が。はぁ,はぁと思って。でも俺、トイレっつってるから。うんうん、俺がじゃあ、おしっこだったらどうすんのと思って。<laughs> そんな、だってもう何秒で終わる話じゃないですかいや、何秒で終わる話だけども、<ん>おしっこもそうじゃん。いや、でもそれくらいはでも写真で、俺はおしっこ行く、トイレ行きたいって言ってるんだから、おしっこ優先させるべきじゃん。で、実際、おしっこじゃないし。おしっこだし。 やるじゃんか。で、俺、直しちゃっゃて、で、俺、いや、すいません、ほん、ちょっと行ってきますわ、って言って、ちょっと嫌な顔して、で、トイレ行って、本当におしっこしてやって、ちょろって出て終われるんだけど、ちょろって出て終わって、で、これで髪バッチリ直してったら、あっちの思うつぼじゃん。まあまあまあ。ほら、直してきたんじゃんって思われるじゃん。ん。だからちょっと、あの、おしっこもちょろって出たけど、その間、 あの、本当にいっぱい出た間の時間をちゃんと取って、チンチン出したまま。ぼーっとしてる。うん、ぼっとして。<laughs> しょ壁見ながら。で、髪も直さず、なんならちょっとビって見出して、戻って、って決めつけられたから、ね、いや、は大人、本当に、大人はそういう少年の気持ちを踏みにじるじゃん。<laughs> <laughs> 勝手に決めつけるじゃん、大人って。実際そうだし。 で、戻って、髪乱して、戻って。いや、もう、何ですかあっちからすれば、あ、おしっこし、ちゃんとしてきた時間帯だし、髪も乱れてるし。別に何にも考えてないと思う。大混乱よ、向こうは。何百人も見てるし。だから向こう、あえてなんか冷静な感じ、保ってたわ。あ、はい、あ、じゃあ座ってくださいって。バレてますよ、内心ドキドキ。絶対バレてます。とんでもないことし。あいつおしっこもちょっとしか出ないで、今日辞表出そうってた。髪の毛ちょっと乱してきたなバレるのんだろうな今月何人目でこうこうう。 バレてますいや、震えてたよ。<laughs> とんでもないことを、俺はミスを犯してしまったと。あの日辞表出してたよ。マジで。<laughs> 責任を取ります。で、その係員か,からすると最後の写真を撮って。うん、その後辞めたわけだから。<laughs> で、その写真は、うん、その後俺講習を受けるんだけど、うん、その2時間の間にも免許はできてて、後からお渡ししますみたいな。れ見れないの写真。うんうん、で、ああ、こいつのせいでもうテンション低い免許になったわと。2年間テンション低いまま。<laughs> 俺ってこんな顔してんだみたいな感じの過ごす2年間をもう確約されて。いや、大丈夫ですなでも、こっからが重要よ。違反者との講習を。<laughs> これからはそか、ああその後か。で、2階に上がって。足取りも重いよ。口果てた階段ですかああ。<laughs> <laughs> 焦ってた危ない危ね。 もう、何段もこの穴が開いてて、手すりもボロボロサビだらけだから、包帯みたいなぐるぐる巻きにされてる階段を登って、なんかあの、指揮者みたいなやつの質問に答えてようやく通れる階段を登って、ドラム缶で焚き火当たってる違反者たちが、よー、新人さん。 教室はどちらへで、もう2二十6番だったかなの、教室にお入りください。26番の教室にお入りください。いね絶対。そうやで。向こう、さってやる。向こうから、ギャーっていう声聞こえてないよ、絶対に。で、入まで、結構パンパンなのよ。広い教室が。 パンパンで、もう、そんなから誰が違反者か、誰がもう初回なのか。ね、やっぱ初回は舐められるから。うん、で、俺がバッと入ると、こいつはどっちだ、みたいな。下舐めずりしてんのや。うんうん、さあってお手並み拝見。いやいや一般の人でしょ、それは別に。でも、鋼鉄の爪を解きながら、みんな、その <laughs>、教科書みたいなやつ <laughs>、椅子のとこに出して <laughs>。<laughs> 世界観どうなんた <laughs> で、座って、講師が出てきて、60代ぐらいの講師の人が出てきて、あ、最初の挨拶あるじゃん。大人数を前にした時の挨拶の感じで、こんにちはって書い、言った時に、<ー>向こうからもこんにちはって返してほしいパターンと、うん、<laughs> 確かに。自分がこんにちは、いや、今日はですね、うん、から入る、こんにちはの返信いらないようなパターンあるじゃん。で、その講師は、うん、えー、それでいいですか、皆さん。 えー、改めまして、こんにちはっていうタイプだった。これってこんにちはって返してほしいタイプじゃん。既読するはダメですね、うん、ちゃんと返さないと。俺もだから演者側だからその気持ちわかるから、うん、こんにちは。えー、それではね、皆さん、改めまして。できた時、時点であろう、こんにちはって返そうと思って。え改めまして、こんにちは。 こんにちは。今日はですね。あ、いらないタイプ。前半、こんにちは、欲しいタイプだったのに、<ー>後半ギュッて詰めてきて、いらないタイプの変化系。ね、変化系だね、うん。で、俺の今日だけ、うん、ずっと教室の天井ぐるぐる、ゆっくり。旋回しちゃ、ね、う。ん、旋回しちゃう。<laughs> で、それで違反者たちが、おいおい、初回じゃねえかよ。あ、そこでバレちゃったな。そこでバレんなよ。初回だな、それは確かに。<laughs> うん これだからサメズのやり方よ。別にかましてるわけじゃないからな、それ。テンポあるからな。で、その、そうするともう違反者たちが下なめずりで、ようこそ目が全部緑色のやつとかが。バレてるよ、もう完全に。いや、初回。新和装のやつとかいて。一番前の真ん中に和装のやつ。完全なる 違反者の四天王のうちの一人じゃん。マジのやつ。マジでマジで和装。うん、全部和装。すげえな。そんなやついセッターなのよくわかんないけど。ええ。女入ったやつがもう四天王の一人じゃん。四天王だね、それは。あとめっちゃ気だるそうに講習受けて、もう半分、もうカクンカクン言ってる、ライダースきた女。うわぁ。足組んで、前の席の椅子のパイプのとこに足こう引っ掛けてるやつ。いや ケタルーみたいな。うん、意外とパワー系だったので。ああ、なるほどね。もう四天王じゃん。二人いるのも、すで <laughs> <ー>に。で、すんげえでっけえやつが。巨漢が一番橋の後ろの方にいるんだよ。<laughs> そいつもそうじゃん。四天王じゃん。うん、で、大ボス、もう一人の四天王は多分俺の席の前のやつなんだけど。うん ちっちゃい、ちっちゃい男の子、たぶん20代のちっちゃい男の子、メガネかけたさえない感じの子が、あの、皆さん、寝ないでくださいねって言われてんのよ。ラストじゃん。あの、寝ると、寝ちゃう、居眠りすると、また、あの、最初から受けてもらうことになっちゃうんで、私もそういう声かけしたくないんですよ。なるほど。ね、お互い気持ちよく講習受けてほしいんで、みたいな、あの、前段があるんだけど、始まって3分ぐらいでそいつがもう、カクーンカクーン寝てるな。 で、大きくカクーンってなると目覚まるじゃん。覚ますじゃん、パッて。うんうん、それそいつもカクーン、カクーン、カクーンって大きく揺れ動いてパッて目覚ますと、うん、すぐ後ろの方の俺をすんげえギョラ目で見てくる、ねうん振り返ってくんなん。なんでいや <laughs> いや、俺がつかさどったみたいな顔で、<laughs> 俺の眠りをお前がつかさどったみたいな目で、 眠らせんなよ、みたいな。なーラリふを使うなよ、みたいな,な,な。<laughs> なんでそんなことしてくんのみたいな。めちゃめちゃ雑魚ですよ、<laughs> めちゃめちゃ雑魚。それをもう一回、ま、また寝てるの、<laughs> こいつは。かくん、かくん、パッって、見て、俺の方、なんでそんなことしたのみたいな、もう一回見ていくな俺の方、やってない、やってない。やってない、やってない、つって。<laughs> で、まあまあ2時間も結構ね、あの VTR なんかもあるから。ええー。うん、映像見たりもするんだ、うん。で、ラルフ・ローレン氏はそこにいなかったから、多分、<ー>もうゴールドさん。何回も。何回も。うね、それはもう,もうアメリカでも乗りこなしてる。イギリスなんかでももちろんそうでしょ。<laughs> ラルフ・ローレン。なんなら馬乗ってっから。<laughs> 日本人でしょ、ただの,の。すぐできたよね。で、2時間終わって、 じゃあもう免許はできてるわけ。じゃあナンバーさんバ番さんとは、まあまあそこも本当もう事務的にばーっと渡されて、お疲れ様でしたぐらい言って、どっから来たんですかぐらいはあってもいいと思うんだけど、ばーってこう手渡しなすって。そうもね、そうもで、ああ、じゃあバンさんそて俺も渡されてパッと見て、写真もう出来上がってんだよ。いい具合の乱れで、ちょっとかっこよく映ってました。 いい更新になったな。結果。結果。いろいろあったけども。セットしてるながら、でも、ちょっと乱れて、前髪ちょっと乱れて、髪ペタって横からついてる感じの、あの、理想系の写真に仕上がってました。ああ、なるほど。次はいつなんですか更新うん。もう2年。2年後。年なんだ。2年更新 ?2 年更新じゃない免許って。え、今あるんですかあるよ。見たい。あるある。ちょっと見ようよ。 セットはしっかりしてあるんだけど、うん、ちょっとだよ。あの、俺がいつも後ろに流してるところが乱れて、ピトってついてんのよ。<laughs> 遅れ、遅れ毛みたいな感じで。<laughs> 見て。うーん。もうちょい調子いい時ありますけどね。なんか。うん。な, <laughs> な、なんだろう。な,なんか、 違う。コンサドーレの選手みたい。ほんとだ。<laughs> J リーグが考える。<laughs> アルカールドピース、DC ガレージ。